はい、えー、川崎 KLX250 の FI モデルですね、はいえー、とだいぶ改装が進んできまして、えー、ちょこちょこできるようになってきているので動画を撮ろうと思います。はいえーとですね、2016年、FI、要はインジェクション化されてからの KLX になります。はいでまあ我々 おじさん世代からするとです、ね、この形の KLX っていうのはキャブでキックで全然エンジンがかからないっていう,です、ね、そう,いう3拍子そったあのかわいいやつだったんですけどもすごいんですよ、今の KLX は勝手に暖気してくれるブンブンすぐブンブンできる、はい、でほっといても。 止まらない。勝手に暖気してくれる。上に放っといても止まらない。すごくないっすか？この凄さ分かる人。はい、この凄さが分かる人がいたらね。ほんと嬉しいんだけど、あのほらここにねキックスターターの名残があるんですけど、ここね。 ここからキックスピンドルが入っていてで、あのー、アームが出てたんですよ、キックペダルが、ね、出ててで、えー、セ,ルセルフスターターモーターはなかったんですね、木、まあ、に見えるんですけどでこのキックをもうね、さあ、行くぞって時に、あのー、ガチャン、ガチャン、さあ、行くぞガガチャンガチャンガチャンン よな持ってねえよなキルスイッチもおんだよなキーもちろんだよなガソリンも入ってるよなああもしもしあ すいませんちょっとあのバイクのエンジンがなかなかかからなくてあのち,ょっとちょっと集合10分だけ遅れるんですけどすみません、はい、あの多分プラグだと思うのでもしあったら先行言って,いてください。はい、バタッガラケーね、はい、こんな感じだったの昔のケール X ってでプラグ変えるんですけどこいつのプラグって、ね、変えづらいポ,ポジションにあるんだよね見,見えないでしょプラグホールが。 こっっち側側側ににもないかから反反対対あるると思てじゃんこ、はい、<laughs> この、ね、奥のの奥方にあるのこれ、ね、こんなところに縦に刺さってるものをどうやってこんな深くに刺さるって形的にさプラグレンチ入らないじゃん、ね、これどうやってこのキャップをまずこれ抜くんですか指入らないよっていうねこういう状況なものをなんとかあのプラグ外して。 で磨くか変えるかしてでガチャンってやるとなんとかバーンってかかったのをチョーク入れてかかってるのをそーっとそーっと止まらないようにあ止まるな止まる止まる止まる,止まる,止まるあいいこれならで,でそーっとチョークを戻してでバーンバーンバーンって煙飛ばすっていうですねそれが KLX だった長い説明で申し訳ない。はい さっきから、ね、ずっとねアムロが遠吠えしてるので、ね、<laughs> 気になる、はい、でそのね KLX の辛かった時代を知ってる人から知ってる人からするとですねもうこれがこれが完成形だよね,ねこれが完成形だよっていう気持ちにならざるを得ないはい。 で、えー、じゃあまあその話は去っておいたんですけどで最近の方はねやっぱ綺麗に乗ってますよね昔の KLX とか KDX とかなんでねまずこのシュラウドサイドカバーがねがりがりだったでしかもこれ、えー、とお買い上げ新車の時にですね、えー、ガラスコーティングされていらっしゃって非常にこう美しいですね触っちゃうもう綺麗だから触っちゃうで、えー、アチェルビスのハンドルガード がついてますので、こ,こかしても大丈夫だし、えー、あと、これはあのこのパワーレバーはジータかな、Z って書いてあるから、たぶんジータですね、はい、ついてます、えー。で、ハンドルも変わってますね,、はい、ね、これもアチェルビスでしょうか、ジータでしょうか、えー、何かのハンドルですがついております。はい シートが変わってます、ガッツというブランドのシートですね、まあ、若干ちょっとこの辺汚れっぽいんですけども、これはある程度落ちるんじゃないかなと思います。まあ、もしどうしてもノーマルがいいという人は、ですね皮、まあ、だけ張り替えるということも可能になっております。ミ、はいえー、ミララーーーなんでですすすけど下についてます、はい、アンダーミラーですね 別にこれ違反じゃないです。はい。ただ、あの見やすい見づらいは人によると思うんですけど、慣れてくるとね。こっちの方がいいという人いますよね。で、バーエンドミラーなんかつけてる人もいますけど、あれはこけたら一発アウトです。まあ、ここについてるとこけてもね。ハンドルガードがガードしてくれるんで、えー、まあ、割れづらいっていうのもあります。はい。えー、シフトインジケーター付きですね、えー、ここにデイトナのシフトインジケーター付いております。はい、これねまあ、ちょっと見づらいんですけど。 こ、はい、ここについてますねでこれがあるからあのブレーズガードをついてないんですね。で、えー、まあ,あのブレーズガードはねこう切ってでもつけた方がいいかもしれないよね。あのなんでブレーズガードってここにねこういうスポンジみたいなのがあるかというとこけたときにこうバーンとこうぶつかったときに危ないからついてるんですね。なので、えーまあ、胸,胸が、ね、転んだときに胸がこうバーンとこう当たるんですよ。ね、で大体胸のダメージって あの命に関わるのでだからこうブレーズガードとみんなつけるんですね短く切ってもいいからこうつけた方がいいと思いますはい、ね、という感じあもうどうぞ作業してください大丈夫ですいあすいませんあのすぐ終わりますんで、はいえー、と職人さんの邪魔をいたしております、はい、でえっ、ー、とねあのー、まあこれおっしゃなので えー、まあタイヤはブロックパターンを履いてますが、あのブロックパターンタイヤってね、えっ、ー、と結構減りが早いんですね。ちょっと見てもらっていいですか。あの必ずこういう減り方します。こっちが低くてこっちが高いっていうね、こういう減り方必ずしてきて、で見てわかるのはサイドの方はまだヒゲ残ってるぐらい生きてるんですね。でやっぱ中心部に対しての負荷がかかるので、ブロックパターンって結構減りが早いから嫌う人もいます。 でそういう方はですねあのス,リックスリックというかロードパターンのタイヤもありますので、えーまあ、それに履き替えられるのがよろしいかなと思います。はいね、後ろも、あのー、そういう感じになります、はい。後ろの方が分かりやすいかなあのやっぱシングルでトルクがかかるバイクなので真ん中のこの四角いのが減っていっちゃうんですね、ブロックがね。ね、はい、というような感じです。はいえー、とね そうあのー。最近ユーチューブでとかね、あのエックスの方で面白いポストを見たんですけど。俺はバイクが見たい。バイクのことが知りたい。バイクが動いてるのが見たくて動画を探しているのに。勘違いした姉ちゃんの自撮りばっかり出てきて。腹が立つっていうコメントを見たんですよ。俺はバイクが見たいんだって、お前らの顔が見たいんじゃないんだっていうですね。いや僕が言ったんじゃないよって言ってる。 人が、ね、あのそうだそうだって言ってですね、あのなんていうか、ままだ俺の出番あるなと思いました、はいね、僕,僕も映っちゃってますけどあの、僕の動画はおじさんとバイクしか出てこないし、おじさんの自撮り、おじさんメインじゃないんですね、バイクがメインでございますので、はい、そういう意味ではあのやっててよかったなって思うね。はい えー、そんな感じで、えー、KLX、これね、すごい綺麗れ、えー、いでい,いい車体ですよ、あの走行距離も全然いってないので、1万5922キロで、2016年モデル、18年卸なんですね、えー、なので、まだ6年しかたってないです、オフ車で FI で250フルスケールで、水冷でまだ6年しかたってなくて、外見が綺麗で、セル一発ですぐかかって、しかも昔の フルスケールスタイルだからパワーがあってでかくてトルクがあって競技志向っていうのはもうこいつしかいないかな。 今もうだって新しくね出るやつもあの新しく出てるセローとかも取れるバイクになってますからねもちろんね WR は出ないみたいなのでなのでえオフシャで状態がいいものねえーがいいっていう方はあ非常にもうあのこれを買うしかないと思いますで外装状態もですねまあこの色がいい悪い好き嫌いってのはあると思うんですけどもいや俺思うんだけどさこれ2018年とかのモデルだよこれよくもまあこんな初期型のパターンをさいまだに継承してるよね ね、だってこれどう見ても90年代のポップカラーでしょ。ねあのこうまあまあねあのこ,このなんかライムグリーンも最近のライムグリーンってもこんな蛍光色じゃないんですよ。でも本当のこの本当のこのね90年代ポップの,なんかあのスキーウェアにありそうなやつあのこういうスキーウェアねにありそうなやつの柄をのまま出したっていうところに。 まあ、あの賞賛を送りたいんですけどオフ社の売り上げを伸ばしているのか減らしているのかわからないけどやっぱりねあの一般的に見てオフ社っていうのは一般の人買わないしこの柄っていうのはだいぶ競技志向であのしかも一昔前かなっていう感じで敬遠されちゃうんですよ。いや一般論述めてます個人的な感想,感想じゃないですよ。僕は好きなんですすけどあの何台も乗りついてますからね はい、そう僕は KLX と KDX と KSR を何台もぶっ壊してます、はい、D トラッカーもなんですけど、だから非常にあのこのタイプのオフィシャルに関しては、ね、思うところ、多いです、はいえー。そんなわけで、えー、皆さん、この機会にです、ねえー、よろしければどうぞ、えー、お声がけいただければ幸いでございます。